時間停止とアトロポスの世界に来てくれてありがとう。それじゃあ、早速遊びに。ちょっと待ってください、ルリさん。とても大事なことを忘れていませんか？このゲームに登場する人物や団体、地名、その他すべてのものはフィクションです。だよね。うん。あとは、このゲームに登場する人物は、全員18歳以上だからね。本当だよ。はい。皆さんちゃんと確認できましたね。それではそろそろあの人に会いに行きましょうか。はい。兄さんと一緒に過ごせる日々を楽しみにしてます。それでは、時間停止とアトロポス、始まります。出会って5分は俺のもの。時間停止とアトロポス。コンフィグですよ。どんな設定が好みですか？私たちの物語が始まります。どうしたの、クロセ？考え事？何よ、失礼ね。こんな美少女を見て驚くってどういうことよ。ひどい。そこまで呆れた感じ出さなくてもよくない？私だって自分で美少女とかいうのはないかなってちょっとは思ってたんだから。でもちょっとくらいは可愛いって思わない？くそ、この恨み原さで置くべきか。そうね。それでそれで、クロセは何をぼーっと考えてたわけ？なんだ、つまんないの。恋の悩みとか持ってきてよね。ごめんね。駅前にそんなのできてたんだ。そうそう、結構行列できててね。
兄さん、お兄さん。あなたのことですよ、お兄さん。そうです、あなたと少しお話をさせてもらいたくて。なるべく教師との無駄なやり取りを発生させたくないですもんね。何事にも夢中になれず、本気になれず、さりとて達観できているわけでもなく、退屈でつまらない日々に苛立ちを覚えるものの、その原因は何事にも本気になれない自分自身にあることに気がついてもいる。何にも興味が持てていない自分に焦りを感じていたくせに、カッとなるのもいいですが、こんな状況にも興味は持てませんか？どうです？想像はついているんじゃないかと思うんですが、見
ての通り時間を止めているんですよ。今この世界で動き観測しているのは私とあなただけです。自分の見ているもの、感じているものが信じられませんか？それでも時間は止まっている。これはアトロポスウォッチと言いまして、実はこれで時間を止めているんです。秒針が動いていますよね。この秒針が5分を刻むまで時間を止めていることができます。時間の止まっている中で5分というのもなんだかおかしな話ですけれど、この秒針が5周したら時間は再び動き出すということです。どうするって、それはもちろん、はい、退屈しているんでしょ。これでその退屈な人生を面白いものにしちゃってください。ほら、秒針に気をつけて。あ、ごめんなさい。Thank you.
閉まってるね。いくらくるみがバカだからってここにクロセくんがいたらわかるよ。やっぱりルリの勘違いだって。ねえクロセくん、怯えてるでしょ。そんな怖い顔で睨みつけないよ。せっかくの美少女が台無しだよ。だってさっき絶対シャツだって開いてなかったのね。どうしたの、なんかトラブル？ルリが思春期特有のデイドリームビリーバーを患っちゃっただけだから。誰がデイドリームビリーバーよ。特に問題がなかったならよかったよ。そろそろ先生が来る頃だからおしゃべりはやめて
席についておいて。はーい。はーい。なんでもない。ついてないわ。え？左の方にはっきりと私がビンタした跡がね。今、着替えないの？次の授業は体育だよ。これでよし、セーブできたわよ。